This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。今日は6月5日日曜日です。ラジオを聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。5月の外国人の入国は1日平均2万人となりました。タイとニュージーランドの飲食業界での協力が進んでいます。結核に関するパネルディスカッションが開催されました。国際放送パッケージング展示会プロパックアジアが開催されます。それではまず初めのニュースです。5月の外国人の入国は1日平均2万人となりました。タイ政府観光庁によりますと、5月のタイへの入国は新型コロナの規制緩和を受け平均して1日あたり2万人となり、回復傾向を示しています。このため、タイ政府観光庁は、5月から9月までの観光ローシーズン中、月平均50万人の外国人観光客がタイに来ると予想しており、10月から12月の観光ハイシーズンには、月に100万人が訪れると見ています。中国人観光客も今年の終わりにはタイへの観光を開始すると見られており、2023年の中華正月の頃までには700万人から1000万人がタイを訪問し、観光収入は1兆5000億バーツに上る見込みです。このため来年には2019年の 50% まで観光は回復すると見られています。一方、タイ人が外国から帰国する際にも、外国人と同様、タイランドパスと呼ばれるシステムを通じて、タイ入国許可申請を行うことになっていましたが、アヌティン保健大臣は、タイ人については、タイランドパスでの入国申請を廃止することを、新型コロナウイルス感染症対策センターに申し入れ、6月1日から、タイ人のタイランドパス申請は廃止されました。外国人については、ワクチン接種を規定数終了していれば、入国時の PCR 検査や隔離措置は免除されていますが、コロナをカバーする1万ドル以上の保険加入と、タイランドパスを通じたタイ入国申請は必要となっており、注意が必要です。次のニュースです。タイとニュージーランドの飲食業界での協力が進んでいます。タイとニュージーランドは飲食グループの拡大に焦点を当てたプロジェクト、ニュージーランドメイドウィズケアを通じて、貿易関係の構築と食品の安全、持続可能な消費のトレンドへの対応を進めています。新型コロナの状況が緩和されつつある中、ニュージーランドのオプナ貿易輸出振興大臣がタイを公式訪問しました。
ニュージーランドにとってタイは9番目に大きな貿易相手国だとし、奥の貿易輸出振興大臣は、タイは重要な貿易相手国だと強調しました。ニュージーランドメイドウィズケアプロジェクトは、ニュージーランドの食品、飲料製品の購入のきっかけを作ってもらうための重要なプロジェクトです。ニュージーランドの貿易大臣は、タイとニュージーランドは長い間互いに大規模な取引を持つ重要なパートナーであると主張しました。タイで人気のあるニュージーランドからの製品は、乳製品、果物、肉、魚介類などのプレミアム食品や飲料です。現在タイで急成長しているのは、持続可能の観点から需要を満たす健康食品とブランド食品です。アボカドオイル、加工果物、蜂蜜、シリアル、チョコレートやクッキーなどは長く人気のあるニュージーランドの食品です。これらの食品は消費者に最高の品質を提供するというニュージーランドの取り組みを反映しています。ニュージーランドは品質と美味しさに加えて安全性にも重点を置いて食品を製造、輸出しています。またタイとニュージーランドは顧客やパートナーを継続的にサポートするため、様々なマーケティング計画を作成し、他の国の投資家が貿易と投資に参加する機会を提供しています。次のニュースです。結核に関するパネルディスカッションが開催されました。今年の健康会議は、結核の撲滅と防止をテーマに開催され、保健省のキティア・プーム事務次官が出席しました。健康会議は、世界保健機関、世界保健機関東南アジア事務局、結核予防協会、日本の国際協力機構、アメリカ国際開発庁、ハーバード大学医学部など、国際機関からの専門家も出席し、結核を撲滅させるための活動について、パネルディスカッションが行われました。タイは国家結核撲滅プログラムを見直す方針です。健康会議は世界保健機関の専門家と国際機関によって1995年、1999年、2003年、2007年、2013年と5回開催されました。一時は会議が停止されましたが、その後2016年に健康会議が再開されることになりました。タイの国家結核撲滅プログラムについての評価は今回が初めてとなりました。専門家や国際機関による評価を受け、タイ当局は結核撲滅プログラムの問題点を修正し、改善する方針です。タイ保健省は、結核は国民の健康を脅かすものとしています。世界保健機関は、2035年までに肺結核患者の割合を10万人あたり10人以下とする目標を掲げていますが、タイにおける割合は2019年の段階で10万人あたり156人となっています。次のニュースです。国際包装パッケージング展示会、プロパッドアジアが開催されます。今年29回目となるアジア最大の包装パッケージング展示会、プロパッドアジアが6月15日から18日にかけ、バンコクバンナーのバイテック展示コンベンションセンターで開催されます。このイベントは新型コロナと戦うビジネスを強化するためのプラットフォームに焦点を当てています。バリューチェーン全体にわたる包括的なサービスや製品の展示が行われる予定です。ビジネスチャンスを求める起業家に力を与える科学や技術などが紹介されます。プロパッツアジア2022は幅広い市場をカバーする革新的なパッケージや包装処理技術が展示、紹介されます。テクニカル展示エリアでは最新技術を使った包装製品、タイ科学技術研究所や高等教育科学研究革新賞による食品包装の品質試験などの展示が行われるほか、パッケージ管理の専門家や研究者によるセミナーやワークショップも実施されます。また、国際基準を満たす缶詰の損傷を分析する技術や、健康と美容のためのプロバイオティクス技術を導入したパッケージも紹介されます。ブースではオンラインを通じて出展者と交流する場も提供されます。
このイベントはグローバルな課題に取り組み、業界全体を未来へと発展させることを目的として開催されるものです。プロパックアジア2022はタイのパッケージング市場と国際市場にとってチャンスであり、様々な企業のパッケージング技術と革新的なアプローチが一堂に会する機会であり、多くの人の参加を呼びかけています。コロナ禍では新たな生活スタイルが求められ、様々な課題が突きつけられている中、企業は差別化された製品や製造を加速させる必要があります。世界基準と安全を備えた製品を求める消費者のニーズに応え、最新の注意を払いながらオンラインとオフラインの両方で製品を販売していかなければなりません。しかしそれは同時に、タイの起業家にとってパッケージングプロセスを新たに改革し見直す良い機会ともなっています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。5月の外国人の入国は1日平均2万人となりました。タイとニュージーランドの飲食業界での協力が進んでいます。結核に関するパネルディスカッションが開催されました。国際包装パッケージング展示会プロパックアジアが開催されます。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。春天刚刚过，没开灯的地带，灯光只开，口外面只花。我跟你谈，聊聊个好海边，红白城楼，可恨的春天。I'm going to go to the hospital. I'm 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 going to go to the hospital.ไม่เคยพูดขอรักเลยหัวใจจะอ้ายไม่เคยคิดใครกว่าไม่ทำเท่าไรจะพาของห่วงหาก็ต้องถึงข้าหากันถึงหัวใจใครจะยังกันยังยอมเป็นเธอเป็นผู้สะท้อนติดอยู่ในใจラジオタイランドの日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から、日本時間の午後10時から、そして GMT では15時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.